皆さんこんにちは、高校野球 .com の栗崎です。滞在先の福岡県から車で約2時間半、今回私がやってきたのは長崎県西部の離島大島。今年ここ大島から離島として8校目となる甲子園出場の快挙をつかんだ県立高校があります。そう、今回私が訪れたのは昨年秋季九州大会を制した大崎高校です。2018年に清水明彦監督が就任する前までは部員はわずか5人と存続の危機さえありましたが、この春に卒業する3年生の代で20名が入部すると、現在の2年生の代でも10名の選手が入部。2019年秋に58年ぶりに長崎県大会を制すと、昨年夏の長崎県独自大会でも優勝。そして新チームで迎えた秋季大会でも勢いそのままに九州大会を制し、見事甲子園初出場をつかみました。西海市大島町は人口約5000人の小さな島ですが、選手たちの活躍に島の方々も熱狂しています。今回はそんな大崎高校の練習に密着していきました。動画の後半ではチームの中心となる選手たちも紹介していきます。清水監督が歴代指導した中でもパンチ力はトップクラスと語る強打の捕手も登場します。最後までお見逃しなく。大崎高校野球部が練習を行っているのは校舎から2キロほど離れた場所にある和光土の森野球場。現在29名の部員で活動しており、全員が長崎県出身の選手です。西方高校でコーチとして、佐世保実業で監督として甲子園出場を経験した清水監督を慕い入学を決めた選手たち。普段は寮生活を送っており、規律のある生活の中で甲子園を目指してきました。昨年の秋季九州地区大会では1回戦で海進高校を9対2で下すと、準々決勝では延岡学園を3対2で破り、準決勝の明豊も3対2と競り合いを勝ち抜いて決勝進出。決勝の福岡大大濠戦では中盤以降に集中打で突き放して見事優勝をつかみました。しかし清水監督は今年のチームはどちらかといえば谷間の世代であったことを明かします。まあ、うちとしては結構谷間の世代だと思ったんですが、まあ、どうにかこう振る力だけはあったので、はい、そこにバッテリーがそこそこコントロール力投げて、抑えてくれたのを、まあ、どうにかスイングの力でヒットにしてくれて、であと試合をですね、なんとなくこう作っていって、まあ、勝てたんじゃないかなというふうに思っています。この日の練習はマシンを使った実践形式のバッティング練習を重点的に行い、その後ポジションごとの練習を行ってこの日の練習は終了。選抜甲子園に向けて清水監督は走攻守すべての面でレベルアップして臨みたいと思いを口にします。まあ、弱いんですが、一応九州チャンピオンとして、まあ、選抜に出させていただきますので、まあ、周りのですね、応援している方々に、まあ、こう残念がらせないような、まあ、しっかりした魂のこもったですね、試合をできればいいなと思っています。それではここからは大崎高校を引っ張る注目選手を紹介していきたいと思います。まず最初に紹介するのはエースの坂本安治投手。延岡学園戦で9回2失点、明豊戦でも延長12回を2失点と
ともに完投勝利を挙げ、九州大会優勝の原動力になった坂本投手。常時130キロ台前半の直球とカットボールが武器で、抜群の安定感が持ち味です。中学3年時には全国中学校野球大会に出場し、優勝した高知中とは2回戦で対戦。試合は0対2で惜敗しましたが、森木大地投手とも接戦を演じました。坂本はやはりこう低めに集めるコントロールが、まあ、基本的にあるので、はい、まあ、変化球もですね、そこにこうコントロールするということで、まあ、秋はしっかりこう抑えてくれたと思っています。課題としては、まあ、ボールがやっぱり強くなかったので、まあ、冬はそこら辺を取り組んでやりました。そしてそんな坂本投手と中学時代からバッテリーを組む調部選手も注目です。4番捕手としてチームを引っ張る調部選手、捕手としての強肩も持ち味の一つですが、一番の魅力は打撃での強いパンチ力です。清水監督がこれまで教えてきた選手の中でもトップクラスのパンチ力を持っているそうで、選抜甲子園でも攻守での活躍が期待されます。調べはもうバッティングは私は教え子の中でも本当にこう一番打つんじゃないかなっていうぐらいのバッターですので、はい、まあ、そこが持ち味と、肩の強さと、はい、基礎的なところはありますので、まあ、今度の大会また夏に向けて、まあ、コンタクトの良さとかをですね、こう鍛えていければなというふうに思っています。はい、その他にも高打が売りの3番打者村上直也選手に、元アンダー15日本代表で1年生ながら九州大会決勝では6番に座った田栗慶太郎選手など能力の高い選手は他にもいます。選抜甲子園では九州チャンピオンとしてプレッシャーもかかる立場ではありますが、23日に行われた抽選会では九州大会決勝で対戦した福岡大大濠との再戦も決まりました。果たして甲子園ではどんな試合を見せるのか。最後に坂本投手と調部選手に選抜甲子園に向けての意気込みを伺いました。自分たちはチームを勝つためにやっぱ自分のやっぱテンポだったりコントロールだったりっていうのが大切になってくると思うんですけど、この冬ずっと練習してきたそのまっすぐをしっかり使って強い相手をしっかり抑えれるように頑張っていきたいです。甲子園では地域の方々のに支えられてここまで、まあ、これだと思うので、まあ、少しでも地域の方々を喜ばせるように頑張っていきたいです。ということで今回は離島として8校目の甲子園出場をつかんだ大崎高校の練習にお伺いしました。清水監督、選手の皆さん、ありがとうございました。今回の取材記事は後日高校野球 .com で配信の予定です。またその他にも選抜甲子園出場校の記事や動画を多数配信を予定しております。どうぞお楽しみに。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。